で、今回もルート案内の方ですね、使っていきます。ジャンルで、で、コンビニ、コンビニはどれな、買うか、コンビニで、ローソンで、検索で、ローソンがない。で、ローソンなかったんで、も直接ローソン付近の箇所をタッチして案内開始。その先、国道42号線を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。およそ2キロ先、左方向です。ではローソンにですね、向かいたいと思います。本当に車高が高い分見晴らしはいいんですけど、シートの高さをもう少し低くしたいんですけどね。よいしょ。で、ルート案内をローソンの箇所にセットして向かっています。目的地まで 3.7、 まあ途中カットしながら進んでいきます。ローソンで先行予約で鬼滅の刃のファイルが、まあお菓子かなんかパンかなんか3点以上買ったらもらえるっていうキャンペーンがあったんですけどね、それも1時間もたたん間に、まあ、全部売り切れたって言われましたね。で、結局メルカリとかヤフオクで転売されていたっていうオチなんですけど、300円、400円か、まあ、500円ぐらいでファイルを購入して、まあ10倍ぐらいつけれた販売元もありましたからね。よいしょ。まあレンカーから下から2番目ってこともあるんですけど、クルコンがついてないのは寂しいですね。確か G とかに関しては、まあ、Z は全車速のクルコンついてるというのは確認しているんですけどね。およそ300メートル先、左方向です。まあディーラーで撮影したのが最上級の Z ってこともあって、編集の段階で確認しているんですけど、 G とかに関してはクルコンはつかないんですかね。まあメーカーオプションではつく、まあ、メイクオプションでは付き合えると思うんですけどね。左方向です。まあ、最上級の Z に関しても全車速は全車速でも停止保持機能がついてないんで、だから信号とかで止まってもブレーキ踏み続けないといけないんでしょうね。まあ、電動パーキングとかオートブレーキついてないの見たらわかるんですけど、まあ、停止保持機能に関してはついてないみたいですね。まあ廉価でだいたい170万前後で、およそ2キロ先、目的地終点、最上級グレードが200万前後ということで、まあ質感とかに関してもそこまで高くはないですし、まあ、装備面に関してもいまいちなとこありますね。確かロッキーの方がライズに比べて10万前後高いんですよね。ロッキーのプレミアムで220万肉の方でするんで、ライズの最上級の Z の肉で確か210万しなかったと思うんで、だからロッキーの方が装備面とか充実してるんでしょうね。まあインテリアはどっこいどっこいですけど、エクステリアに関してもロッキーの方が万人受けするデザインかなって、まあ個人的には思います。で、コーナリング、ああいいですね。
ロールも小さくて踏ん張りも良くて、なんて言っても車重が1トン前後なんで走りが良くてレスポンスがいいですね。まあフィーリングもいいです。で目的地まで1キロ弱。まあいかんせんの居心地がサスペンションが固めなのが気になりますけど、まあその他に関してはまあ概ね満足度は高い車ですね。よいしょ。で残り700m、まあエピラとかも細いんで見切りは本当にいいと思います。すごいとこ、はみ出し防止の警告音か何かだと思います。でもここですね。よいしょ。この赤いのはクロスビーですね。目的地は左側にあります。本当に車高が高い分見晴らしはいいんですけど、シートの高さをもう少し低くしたいんですけどね。よいしょ。でルート案内をローソンの箇所にセットして向かっています。目的地まで 3.7。 ローソンで先行予約で鬼滅の刃のファイルが、まあお菓子かなんかパンかなんか3点以上買ったらもらえるっていうキャンペーンがあったんですけどね、それも1時間もたたん間に全部売り切れたって言われましたね。で結局メルカリとかヤフオクで転売されていたっていうオチなんですけど、300円400円か、まあ、500円ぐらいでファイルを購入して、まあ10倍ぐらいで切れた販売元もありましたからね。よいしょ。まあ、レンカーから下から2番目ってこともあるんですけど、クルコンがついてないのは寂しいですね。確か G とかに関しては、まあ、Z は全車速のクルコンついてるというのは確認しているんですけどね。およそ 300m 先左方向です。まあディーラーで撮影したのが最上級の Z ってこともあって、編集の段階で確認しているんですけど、 G とかに関してはクルコンはつかないんですかね。まあメーカーオプションではつく、まあメーカーオプションでは付き合えると思うんですけどね。まあ最上級の Z に関しても全車速は全車速でも停止保持機能がついてないんで、赤信号とかで止まってもブレーキ踏み続けないといけないんでしょうね。まあ電動パーキングとかオートブレーキついてないの見たらわかるんですけど、まあ停止保持機能に関してはついてないみたいですね。まあ廉価でだいたい170万前後で、およそ2キロ先目的地周辺、最上級グレードが200万前後ということで、まあ質感とかに関してもそこまで高くはないですし、まあ装備面に関してもいまいちなとこありますね。確かロッキーの方がライズに比べて10万前後高いんですよね。ロッキーのプレミアムで220万肉の方でするんで、ライズの最上級の Z の肉で確か210万しなかったと思うんで、うん、だからロッキーの方が
装備面とか充実してるんでしょうね。まあインテリアはどっこいどっこいですけど、エクステリアに関してもロッキーの方が万人受けするデザインかなって、まあ、個人的には思います。でオーナリング、ああいいですね。ロールも小さくて踏ん張りも良くて、なんて言っても車重が1トン前後なんで走りが良くてレスポンスがいいですね。まあ、フィーリングもいいです。で目的地まで1キロ弱、まあいかんせん乗り心地がサスペンションが固めなのが気になりますけど、まあその他に関してはまあ概ね満足度は高い車ですね。で残り700m、まあエピラとかも細いんで見切りは本当にいいと思います。すごいとこで警告音になりましたね。よいしょ。この赤いのはクロスビーですね。目的地は左側。